曽根はじめです。都議会議員選挙は最終盤、残り3日となりました。曽根はじめ候補、当落選場で1票を争う大激戦。曽根はじめ候補、何としてもと志位和夫委員長が応援に駆けつけています。この場所をお借りいたしまして街頭演説会行わせていただきます。政策をぜひお聞きください。私は本日司会を務めます前衆議院議員の池内沙織です。コロナ禍での街頭演説です。ソーシャルディスタンスを保ち、マスクを着用の上お聞きいただきますようにお願い申し上げます。本日の街頭演説には、市民と野党の共闘を共に進める議員の方々が応援に駆けつけてくださっています。それでは最初の弁